アジア太平洋地域を発展させていくための自由で公正なルールとは何か。12カ国が数年間かけ真剣に議論して、ようやく TPP に合意しました。この成果を生かせるかどうかは、自由貿易体制の将来を左右する分水嶺となるだろうと思います。ハノイで開催された TPP 閣僚会合では、各国ともさまざまな立場の違いを乗り越えて、11カ国が結束を維持しつつ、TPP の早期実現を図るという共通の意思を明確に示すことができました。その方策についての本格的検討が、7月に日本が主催する公中事務レベル会合で始まります。スピード感を持って議論を前進させられるかどうか、議長国としての我が国の役割が決定的に重要であります。石原大臣を中心に、関係閣僚が一丸となって、11カ国の議論を主導していただくようお願いします。ありがとうございました。